丸亀市長の松永教授でございます。香川県の感染者が急激に拡大していることを受け、丸亀市も1月21日から2月13日までまん延防止等重点措置区域の適用を受けることとなりました。市民の皆様には引き続きとはなりますが、基本的な感染対策の徹底をお願いいたしますとともに、ワクチンの3回目の接種につきましても、接種券が届きましたら速やかな接種をお願いし、感染拡大の防止にご協力をいただきますようお願いいたします。